ネザーゲートの秘密全部知ってる人いるかな？まずは初級編。ネザーゲート作るのに火が必要だから、火が使えない水中だとね、普通作れないと思うんだけど、先にスポンジ使ってすぐ火をつけると、なんと一瞬ネザーゲート作れるし、一回作ったネザーゲートはずっと残ったままなんだよね。難しかったらスポンジで空間作っても大丈夫なのだ。これ本当は内緒なんだけど、落ちたらネザー行く落とし穴作りたいけど、ネザーゲートって横方向にしか作れないんだよね。だけど適当なネザーゲートのここにディスペンサー、中に粉雪バケツ、ディスペンサー起動するとなぜかネザーゲートが1本になるから、試しにクリーパーさんにいたずらするとほら成功。隠れてるアレイも探してみてね。